した糖質です。これ A1、A2、A3、AN とします。これは A は等差数です、等比数です。違うやろ。高3も無理やろ。高品無理やろ。困らん、これ計算。で、それをどうするかというと、これをシグマというマークを使ってこうします。2k-1 の事情で k イコール1から n までとします。どういうことかというと、1番から n 番までこう動かしながら足していくってことです。1を入れたら21が 2-1 の あ、いいですね、1ですね。で2を入れたら2が 4-1 で3ですの事情になってますね。3を入れて5になって、分かりますか、こうなってます。で最後は n っていうのが入ります。で 2n-1 でこうなります。よろしいですね。1から n まで自然数を入れてずっと走っていくということです。でこれの計算を考えています。でこれはですね、次にこういうふうになります。これは分解していいということになります。こういうふうに因数分解して展開していいです。さらに次にこれは1個1個かけることができます。これうざいんですが全部一応書きますね。こうなります。よろしいですか。そして次に今度前に4という数字が出せます。まあそういうルールになっています。まあできるんですよね。でここからがポイントで、数学的機能語というのを今日最後の方の時間に教えるんですけど、公式で決まりで、この1から、要するに1の事情、2の事情、3の事情、4の事情、n の事情まで足すっていうのはもう公式で、まあ後で証明しますけど、こういうふうに決まってます。ですよね。覚えとかないと大変になりますね。もうこれはこの部分はこうなるという決まりになります。で後でそれ証明します。で次に、これは k だから 1+2+3+ というやつで2分の1の n の n+1 になります。まあこのまま色を使えば、まあここがこうなります。そしてこれは厄介なんですけど、1が変化をすることなく n 番まで進みます。 1+1+1 で n も進みます。だからこれは n になります。よろしいですね。そしてこれの計算ですが、すみません、こっちにいて申し訳ございません。もう考えてないんで、まあ1を書きますね。これがで、これまず最初に、まあ、分数と n とします。まあ、ちょっと騙されてみてください。ね、これで2の n+1 の 2n+1 引く、これ n だから6の n+1 の、これは、3ですね。こうなります。まあ、ここになります。で、次に、まあ、できる限りこの中に分数をしたい。だからここに分数をなります。ですよね。で次にこれがどの参考書にも問題集に書いてませんが、ここでくくります。これ中括弧を使います。そうすると2の n+1 の 2n+1 引く3と+3のこうします。よろしいですね。23が6ですね。これちょっとすいません。こうですね。これがポイントです。これ7円ともう一回くくるんです。そしたらめっちゃ計算ができます。これを真面目に考えるしたからです。そして答えが出てきます。で実は因数分解の練習ね、シグマというのはね、シグマという因数分解の練習で、結局数列だから整数になるはずでしょ、絶対。だから全部因数分解された形で出てくるんですけど、まあ、あんまりそれ難しくてやりましょう。ともかくこうやって計算するんです。ということで、今日今からこの練習をしてもらって、後の取った時間の選択肢まで行きたいんでやります。わかりましたか？ということで、問題を失礼します。